てか今日さ、今日サムネイルにしているイラストあるじゃん。これ。うん、サムネイルにしてるイラストいいよね。なめさん、NAME さんって方書いてくれてて。で、もう一つ、この方が書いてくれたイラストがあるんだけど、それも可愛くて、今日ね、なんか、雰囲気が良くて、これ、こっちもいいなって思ったんだよね。良くない？これ。悩んだ。どっちにしようって。今日のイムの気分はこんな感じだったからさ、悩んだ。同棲してそう。それ！いや、そう！なんか、こっちはさ、こっちは一人、公園で、なんか寂しく、プーってね、してる、イメージで。で、こっちは、同棲してる人の目線なんだよね。俺の目線ね、そうそう、君の目線。これが、いつも見てる君の目線のイム。肩紐、直してあげたい。え、ありがとう。え、イム、そういう人と付き合いたい。ここをさ、このさ、肩紐を直してくれて、いやでも闇を妄想するの。そう、直してくれて、でも結局は、もうそんなの関係ないことをするみたいなさ、あ、なんか、すごいね。すごいよね、ほんとにね。朝ごはん作ってくれたりね、うわ。いいなぁ。いや、朝ごはん作ってくれる人と付き合いたい。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん。まあ、そんな3食も食べれないけど。条件当てはまる人たくさんいるの。いないよ。最初だけ絶対。なんかご飯作ってあげるよとか言っても、絶対最初だけ。途中で作ってくんなくなるでしょ？な、みんなは、このイムに耐えれる。朝ごはん何がいいって言われて無視する。イム何食べたい？無視。でも、作ってほしい。おい、当てはまってんのがみんな。なんで無視なん？朝は不機嫌だから。朝、眠くて不機嫌、お腹空いて不機嫌。の不機嫌、足す不機嫌は超不機嫌だから。ね、イコール無視。ケニトマス。はい、DV 男。ここに DV 男がいます。暴力で、なんか解決しようとしてる人がいます。怖いです。サラダしか出さないわ、そんなん。やだーやだよー。こっちも無視してご飯作ります。あ、それいいかも。うん。あの、無視しても、あ、じゃあもういいよ、作るよって言って、勝手に、あの、勝手じゃないな。うん。作ってほしい。ゲームのこと思って。それでなんか作ってもこれ気分じゃないとか言いそう。いや食べるよ。いや、そりゃ食べるよ。でも、なんか、朝から油っぽいもの出されるのは無理。ね、肉とか、ステーキとかさ、ハンバーグとか、あの、中華とかさ、ポケモンパン食おうな。え、めっちゃいいじゃん。え、ポケモンパンと、あと、あの、目玉焼きと、あと、あの、美味しい飲み物。あと、スープ欲しい、ね、で、あと、あの、フルーツとか、デザート。うん、これがいい。じゃ、よく食べるんじゃなくて、じゃ、いろんなのが欲しいの。一つだけとか二つだけじゃなくて、いろんな種類の食べたいの。朝食えばパワー出るからな。そうそう、パワーが出るんだよ。やっぱ朝ごはんは一番ちゃんと食べないと。食べてる間を無視するの。まあね。でも、食べ終わって、美味しかったって言って、あの、洗い物とかはする。でも言うもん、作ってくれたから、ちょっと申し訳ないなと。いや、洗い物結構、あの、苦じゃないタイプだから、iPad を置いて、動画見ながら、洗い物する。根は真面目だからな。いや、そう、今根は真面目だからね。いや、ちゃんとしてるから。そう、根はじゃないわ。根は真面目だし、ちゃんとしてるし、
結構ね、まともだからね。男の動画だったら許しません。え、かわいい。え、男の動画見てたら許せないの、かわいい。でも、イム大体、そういう時に見てるのは、キヨかも。キヨの動画見てるか。キヨのね、ストーリー系のゲーム実況好きなんだよね。ファミちゃん。東京ドームワンマンおめでとう。ね、東京ドームワンマンおめでとうございます。東京ドーム行かないの？いや、行かないよ。いや、そこまでガチじゃないから、別に。なんか、なんだろうな、うん、コラボ取り付けやめてね。で、何言ってんの？こんなんでさ、ま、コラボしてもらえるかもしれないから、お祝いしとこうとかさ、なんないかな。いや、もうそろ、ちょっとお風呂に入りたいから、終わろうかな。お風呂貯めて、ちいかわの、あれ、お風呂のやつ買った。お風呂のやつ。なんて言うんだっけ？お風呂に入れるやつ。だから、それを入れて、お風呂入る。いや、お風呂は、今入ってるから、配信休んでた時も。あ、入浴剤。そうそうそう、バスボム。中にね、なんか、ちいかわのね、ちっちゃいキーホルダーみたいなのが入ってるから、それが何出てくるのか楽しみ。パックしながらお風呂入るのがね、めっちゃ気持ちよくて好きなんだよね。じゃあみんなお風呂入ってくるね。まあ、配信、明日は、微妙。明後日は、わからない。しあさってはどうかなって感じかな。でもみんなのおかげで、今配信できるんだってことが分かったから、すごい良かった。みんなありがとう。みんな本当にありがとう。またスト6したいね。せっかく教えてもらったし。今あれからね、マジスト6ちょっと触ってなさすぎて。やばい。また、スト6のランクも回したいし、他のね、ゲームもしたいし。まあ、また次回の配信をお楽しみに。今、スト6ランクシルバーぐらいだったかな？じゃあみんなありがとう！またねー！今日は来てくれてありがとう！みんなと話せてめっちゃ楽しかったです。元気をありがとうございました。本当にありがとうねー。お疲れー！